クリス・レイニーは、フロリダ州レイクランド出身のアメリカンフットボール、カナディアンフットボール選手。現在、CFL のブリティッシュ・コロンビア・ライオンズに所属している。ポジションは、ランニングバック。フロリダ州レイクランドで生まれた。彼の母親は、シングルマザーであり、祖母の助けを受け育てられた。地元の高校に進学し、ランニングバックを務めた。高校時代、 チームメイトの双子のマーキス・パウンシー、マイク・パウンシーとチームメイトで彼らの家族と過ごした。高校3年時にはチームトップの2478ヤードを走り32タッチダウンを上げた。このうち15回は50ヤード以上のプレーであった。彼らのチームは2005年、2006年と USA Today により全米1位に評価された。また彼も US Army High School All American フロリダ州のスポーツライター協会より州のオールチームに選ばれている。高校時代のオールパーパスヤードは7000ヤードを超え90タッチダウンを上げた。高校卒業後、フロリダ大学より奨学金のオファーを受け、進学し、アーバンメイヤー、ウィルマスチャンプヘッドコーチの下でプレーした。2007年は肩の負傷もあり、練習生で終えた。 2008年、チームは、サウスイースタンカンファレンスを制し、翌年1月の、BCS ナショナルチャンピオンシップゲームでも勝利し、全米チャンピオンとなった。大学4年間で彼は396回のランで2464ヤードを走り、13タッチダウン、69回のキャッチで795ヤード、6タッチダウン、18回のキックオフリターンで454ヤードをリターン。 またスペシャルチームでは大学記録となる4回のキックブロックを成功させている。2011年にはチームメイトから MVP に選ばれている。オールパーパスヤードで大学歴代4位の3948ヤードを獲得。ランでは大学歴代9位となっている。また陸上競技の100メートルの選手としても活躍。 2008年の NCWA 選手権では400メートルリレー層で3位となった。2009年には陸上競技を行わなかったが、2010年の NCWA 選手権の400メートルリレー層で、ジェレミー・ホール、テレル・ウィルクス、ジェフ・デンプスと共に39秒04で優勝。彼ら4人はオールアメリカに選ばれている。40ヤード層では、 ドラフト前のフローリダ大学でのスカウトデーで4秒38、NFL コンバインで4秒37の記録を出した。2012年の NFL ドラフト50159位で、ピッツバーグスティーラーズから指名された。5月6日にスティーラーズと4年契約を結んだ。9月9日のデンバーブロンコス戦でデビューしている。第7週のシンシナティベンガールズ戦では11ヤードの、 TD ランを上げた。この年、第3弾 RB、キックオフリターナーとして起用され、102ヤードに TD を挙げた。2013年1月10日、フロリダ州ゲインズビル交際相手の女性と口論の末、車から引きずり下ろし、平手打ちを加え、逮捕された。彼は2010年にも、死ぬ時が来たという脅迫メールを送り、過重ストーキング行為を行い起訴されていた。 同年11月20日、インディアナポリス・コルツと契約を結んだ。第13週、第14週の試合に、リターナーとして出場したが、第14週のシンシナティ・ベンガールズ戦で足を骨折し、故障者リスト入りした。2014年9月9日、アリゾナ・カージナルスとプラクティススクワッド契約をしたが、9月18日に、解雇された。同年九月十八日、 CFL のモントリオールアルエッツに練習生として加入10月20日にアクティブロースターに昇格したこの年後試合に出場しリターナーとして起用された2015年6月15日にアルエッツから解雇された2015年8月28日 BC ライオンズと契約を結んだキックリターナーとして旧試合に出場した2016年には コンバインミヤードで CFL トップの2945ヤードを獲得、キックオフリターン、パントリターンでそれぞれリーグ3位となった。2016年12月5日2年の契約延長を果たした。2019年フリーエージェントとなり2月12日にトロントアルゴノッツと契約した。第4週のフルスの BC ライオンズ戦でパントリターン TD を挙げた。 2020年2月7日、アルゴノーツから解雇された。同年2月11日、BC ライオンズと1年契約を結んだ。兄のロッドスマートも XFL、NFL でプレーした選手である。ありがとうございます。